今日は大学の同窓会。そこには大学時代に付き合っていた元カノも来ていた。うちが貧乏であることを知り、俺は彼女に一方的に別れを告げられた。そして俺は数年ぶりに彼女に再会するが。何そのダサい格好、中学生じゃん。あんたみたいな人と一瞬でも付き合ってたなんて、恥ずかしくて周りに言えない。ところであんた、今日の参加費払えるの？あんなボロい工場の息子には、ちょっと高すぎたかな。ごめんね。彼女の容赦ない攻撃に、俺はウェイトレスを呼んだ。その数分後には、その場にいる全員が、目を丸くして驚いた表情になった。何が起こったのか。俺の名前は木村聡。年齢は30歳だ。今日は大学の同窓会がある。俺は会場に向かっているが、足取りは重かった。通っていたのは小さな大学で、専攻していた学科も人数が少なかった。俺は会場のレストランに到着したが、俺は深くため息をついた。俺はなぜ同窓会に参加すると言ってしまったのだろう。後悔しながら店に入ると。え？嘘。あんた本当に来たの？これが俺に向けられた第一声だった。会場にいた全員が俺の方を向き、クスクスと馬鹿にしたような笑い声が聞こえてくる。そして一人の女性が俺の方に近づいてきた。やっぱりあのオンボロ工場は潰れちゃったみたいね。俺はなんでこんな女性と付き合っていたのだろう。大学2年の夏、俺とミキは付き合っていた。大学の中にほとんど友達のいなかった俺に、木村は社長の息子らしいという噂が流れていた。これは特に間違った情報ではなく、うちは祖父の代から金属の加工の会社をやっていて、その当時は父が継いでいた。わざわざ自慢することでもないと思っていた俺は、自分の家のことをあまり言わないようにしていた。しかし、そんな噂はあっという間に広がっていき、俺とつながりを持ちたがる同級生が増えてきた。そんな時、ミキが俺に話しかけてきた。社長の息子って知った途端に手のひら返しちゃって、なんか嫌な感じだね。私ね、前から君と話してみたかったの。その当時に俺の味方になってくれる人はおらず、ミキの優しい言葉はとても嬉しかった。それからは一緒に昼休みを過ごしたり、一緒に登下校をしたりして、お互いのことを知り、少しずつ惹かれ合っていった。俺は女性と付き合ったことがなく、告白もミキの方からされ、彼女にリードされるがまま交際が始まった。初めて彼女ができて舞い上がっている俺に、ミキはうちの会社を見てみたいと言ってきたのだ。はじめは断ろうとしたが、遅かれ早かれ知られる時が来ると思った俺は、ミキを自宅に招待した。俺はこの時、実家がどうであれ、彼女であれば受け入れてくれると信じていた。そして家の前に着き、ここだよ、と指を指した。え、ここ？嘘でしょ？すると、ミキの顔はどんどん険しくなっていった。いきなり元来た道を帰っていこうとする彼女を、
俺は急いで止めた。こんなボロい工場で社長の息子とか詐欺師じゃん。嘘つき。もう学校で彼氏面しないでね。俺に彼女ができたのも初めてだが、人からこんなにもストレートに物を言われたのも初めてだった。その日以降、彼女の見た目はどんどん派手になっていき、学校で俺に会うと大きな声で嫌味を言われるようになった。どうせ卒業したら二度と会うことはないと思っていた俺は、彼女からの嫌味を聞き流していた。しかし俺はこの同窓会で彼女に再会してしまい、当時のミキよりも口が悪くなっているように感じた。何そのダサい格好、中学生じゃん。確かに俺はファッションには疎いのでダサいかもしれない。でも人に迷惑をかけているわけではないし、この同窓会という場で、しかも大勢の前で指摘する必要はないと思った。しかしそれだけでは気が済まなかったのか、彼女の文句は止まらない。あんたみたいな人と一瞬でも付き合ってたなんて、恥ずかしくて周りに言えない。俺は今すぐにこの場から去りたかった。そもそもここに来る選択をした自分を恨んだ。でも俺がここに来た本当の理由は、ミキに伝えたいことがあったからだ。あんた今日の参加費払えるの？あんなボロい工場の息子にはちょっと高すぎたかな。ごめんね。俺の気持ちも知らず、言いたい放題のミキについ腹を立ててしまい、わかったよ、ここにいる全員分俺が払うよ、それでいいんだろう。俺はカバンから財布を取り出し、ウェイトレスを呼んだ。するとミキは腹を抱えて笑い出した。財布までボロボロじゃん。それにここはファミレスじゃないのよ。無理しなくていいから。呼ばれたウェイトレスも不安そうな顔で俺を見ていた。確かに俺の財布はボロボロだし、中には一銭も入っていない。そして俺はウェイトレスに一枚のカードを手渡した。するとウェイトレスの表情は一瞬で変わり、俺に深く頭を下げたのだ。それでもミキは笑い続け、さっきのカード何？偽物のクレジットカード？と一人で手を叩き笑い続けているが、ウェイトレスの言葉を聞くとその笑いは一瞬で止まった。こちら領収書になります。ありがとうございます。俺はカードと領収書を受け取り、会場を後にしようと思った。静まり返った会場では同級生のこそこそ話も聞こえてきた。さっきのカード見たか？ああ、カードブラックだよな。あいつ本当に金持ちなんじゃねえの？どうやらミキにも聞こえていたようで、ゴールドカードよりも上のブラックカードだったことにポカンと口を開け驚いていた。しかしそんな様子に立ち止まることもなく、俺は会場の外に向かって歩いた。どれだけ煽られたとしても、さっきの行動は品がなかったと反省した。それでもあの会場にいても気分が悪いだけだし、もうトラブルに巻き込まれるのはごめんだ。俺はそう思い、足早に店を出た。ちょっと待って。背後から大きな声が聞こえ、足を止めた。振り返ってみると、そこには
ミキが立っていた。さっきはごめんね。なんか私、誤解してたのかも。この数年間で、あなたに何があったの？彼女は香水の匂いを漂わせ、体を密着させてきた。え？君の言う、あのボロい工場を継いだだけだけど、今では海外にも拠点があるけどね。俺は端的に状況を伝えた。すると彼女は、さっきまでの態度は嘘だったかのように、俺にすり寄ってきた。そうなの？すごい。でも、なんで今日は来てくれたの？君に会うために来た。予想していない回答が返ってきたのか、彼女は少し驚いた表情を見せた。俺はずっと君にお礼が言いたかったんだ。もう覚えていないかもしれないけど、あの時君は俺のことを詐欺師と言った。俺はその言葉を聞いて、絶対に俺自身もこの工場も大きくしてやると誓った。あの時はただ悔しかっただけだろうけど、俺に火がついたことは確かだった。それからは必死に勉強をしたし、祖父の代からの技術を世界中に伝えるために努力した。まあつまり、今の俺があるのは君のおかげなんだよ。そのお礼だけはどうしても今日言いたかったんだ。するとミキは真剣な表情になり、本当にごめんなさい。実は私もあなたに会いたいと思って今日来たんだ。この後二人で二次会でもしない？そう言ってミキが俺の腕を抱こうとした時だった。あ、サトシ、忘れ物だよ。声の方を振り返ると、俺と同じ部屋着を着た女性が歩いてきた。ミキははっと驚き。え、あの人、知り合い？恐る恐る質問する彼女に、知り合いも何も、あの人は俺の婚約者。そう言って、婚約者のヒカルを紹介した。ヒカルは状況をつかめず、キョトンとしている。俺の今の経済状況と、同窓会に来た理由から、ミキにとっては大チャンスが到来していたはずなのに、その俺に婚約者がいることを知り、彼女の目つきは変わった。あなた、彼のお金が目当てなんじゃない？初対面のヒカルに、いきなり、喧嘩越しに絡んでいった。もちろんヒカルは何が起きているかわからず困惑している。そこにミキは追い打ちをかけるように。私と彼は18歳の時からの付き合いよ。お金持ちになるずっと前から彼のことを愛してるの。そう言われたヒカルは不思議そうに首をかしげながら、私はこの人が0歳の時から知ってますけど。もともとヒカルは近所の幼馴染で、同じ町で一緒に育ってきたのだ。ミキは返す言葉を失い、黙ってしまう。そして俺はヒカルに状況を説明すると、やっと理解したようで突然笑い始めた。なるほど。あなたがサトシの元カノさんですね。その説はどうも。これ以上話すこともないと思い、二人で帰ろうとすると、サトシ、ちょっと待って。ミキはまだ粘ろうと必死に俺を呼び止めた。彼女面しないでもらっていいかな。俺はそう言い放ち、その場を去った。っていうか、まだその財布使ってるの？眠たそうなヒカルは俺に聞いてきた。この財布は
俺が工場を継ぐと決めた時に、ヒカルがバイト代をはたいて買ってくれた大事な財布だった。全員分はさすがにやりすぎたな。俺がそう言うと、どうせまた強がったんでしょ。今月はもう節約しなきゃね。どんまい。ヒカルは優しい笑顔で、俺の肩をポンポンと2回叩いた。俺は貧乏な家庭で育った。でもなぜかそれを不幸と思ったことはなかった。今思えば、それはいつも近くにヒカルがいたからなんだと気づいた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。